旦ブラックシェアを経由して、ここで浅山スクリーンがうまくかかったが、前にはクーリーがいました。ここで中村タッパーシーン、中村としても今日スリーポイント1本決めていきました。あっと今山崎選手空いてましたよね。簡単に山崎だったんですが、そこに入れられませんでした。中村拓人のスリーポイント、いや中村拓人が広島一本だとオフェンス落ち着きたいですね。あ、そうですか。彼落ち着くというか、しっかり自分たちの形を作りたいということですか。いや、そうですね、まだしっかりと5人に共有していこう。ここはブラックシア個人技で決めていきました。いわゆるこう純粋なポイントガード登録で言いますと、あっとスリップがありましたが、とりあえずこうです。アイザイア・マーキートップオブザキーからスリーポイント、これはベンチが沸きます、アリーナが沸きます。山崎亮、右にアイザイア・マーキーとニックネームが重なっています。おっと山崎亮ボールをそのまま、このあーフットワークケリー・ブラックシアジュニア、まあ、これからのどういう風にいくのか見てみたいですね。なるほど。そしてこのブラックシアのプットバックダンク、わー吠えています。中には入った、戻した、回した、ステップバックからスリー、田代直樹、琉球もやり返す。そしてここはスイッチ、小野寺、小野寺がシュートには、シュートに行った、タフショットでしたけどね。いや今ブラックシアにもしかしたら中村さん合わせようとしたかもしれませんね。いやそうです、あそこ狙ってましたけどね、マーフィー選手がフォローしましたね。小野寺が持った、ビッグロースリーポイント決めていきました。ビッグロースイッチして守る形になりました琉球です。さあ琉球のポゼッション、岸本、クーリーがダイブしていく、そのクーリーに渡す、目の前には山崎だが何だか決めていきました、ジャック・クーリー。いや中村さん、なんかこう、はい、昨日苦しんだ選手たちが何か今日はやり返してやるんだというような、両チームにそんな思いが見えますね。いやそうですね、もう今日本当は追いかけてしまっているので、面白い展開が続きますね。ダーラムのエンドワンです。何かこうこの2日間でこの岸本にもまた、あーっとこれがパスを奪ったクーリーです。いや今村から小野寺、小野寺のスリーポイント決まります。左手のリストバンドに手をかけた浅山、残り20秒、ここでボールを浅山がもらった、シュートを放ってスリーポイント、